こんにちは、もよ SJ です。今回は速報でお伝えします。オリエントバンビーノ38から4色の新色追加ですよ。2023年9月15日より発売ということになりました。そして本日よりご予約開始ということですが、本日は2023年9月13日です。2日後に発売。新しいカラーリングこちらです。じゃーんと。 これ今 Web 上ではまず3色が映っていますね。えー、これは左からクリームイエロー、ベビーブルー、ダブグレー、そしてカッパーですね。この4色が追加されます。そして右側のサンブーン。これも新発売ということになりますね。ただこちらの4色がもう際立ってしまってという感じですよね。もう本当に今風ですよ。プレス。 クラシックコレクションから新たなカラーダイヤルを取り入れたオリエント・バンビーの384モデルを数量限定で2023年9月15より発売しますと最新作は22年から加わった腕なじみの良い38.4ミ、mm、リケースに目を引く4種類のカラーダイヤルを組み合わせ新しい世界を開拓しています本当にその通りそしてカラーリング文一度クリームイエローベビーブルーダブグレー カッパーを用いた新しい文字盤と、全モデルに共通のグレーヌバックのバンドが時計に独特の優しいぬくもりや落ち着きを生み出していますということなんですね。もう少しアップでいきましょう。このぐらいで限界ですかね。そしてじゃあ仮に最初のクリームイエローですね。をクリックしてみましょう。そうするともう少しアップで出てきます。こんな感じですよ。うわどうでしょう。 うーん優しいですね。クリームなイエローということですね、まずは。そしてお値段が3万1900円税込みとなっています。これオンライン価格のストアですね。まあ、このオンライン限定で、言いましたっけなんと各色国内30本限定なんですよ。ええー、っていうぐらい。本当にっていうぐらい。<laughs> 少ない。 <laughs> で9月15発売とはいということになりますねでこちらはボンベダイヤルやボックスガラスを採用するクラシックデザインが特徴のオリエント・バンビーノ世界各国で一つしまれている商品と搭載と専用モデルです国内販売となっていますローキーでラグジュアリーな世界観を表現したカラーリングと文字盤はカッパーやベビーブルーなど優しくぬくもり感のある色調を使用しまぶしすぎない抑えた光沢感に仕上げることで新しい世界を バンドはグレーヌバックでぬくもり感包まれたような安心感を表現していますと、えー、バンビーの38はデザインのバランスもよく男女問わず手軽に日々の生活を彩るアイテムになるでしょうともうオリエント自信満々ですよね、えー、そして駆動方式は機械式キャリバー F6724 精度は日差プラス25からマイナス15秒幅40秒駆動時間40時間 えー、ケース素材はステンレスチールガラス素材はボックス向きガラスとなっています、えー、裏蓋も向きガラスのシースルーとなっていますねルミナスはなし、えー、バンド材質比較と、えー、レザーバンド幅2 0ミリ中留め美丈重さ 54g 縦ラグ44.0横幅ワイド38.4厚みシックネス1 2 5ミリ、えー、防水は日常生活用防水かっこ3気圧となっています体重、えー、一種 一応備わってますねでその他の特徴、自動巻き、手巻き付きですよね。秒針停止装置付き。シースルバック22席。通常保証は1年間。発売年月は2023年9月の15日になります。こんな感じですね。そして、まあ、こう、カラーリングを揃えると、こういう感じ。いやー、なんとなく本当に今時ですよね。これよく見ますと、これ、女性、男性、女性、男性の腕っぽいですよね。ゴツゴツ感からすると。ですから、まあ、本当に男女、 もうう皆ささんで使っっててくだいいという感じが伝わってきますねナチュラルにこう写真を撮影するとこんな感じに写るんだろうと思いますね。皆さんどれが良いですかなるほどといろいろありますね。これがイエローピンクですね。そして左がダブグレー。真ん中カッパー。そして、えー、ベビーブルーですよね。と思われます。はい ですから、カラーリングがわずかに違う、あの、PR 用の写真。まあ、これも PR ですけれども、バチッと、後ほど載せておきますね。もっとはっきりと写真がバチッとありますので、まあ、それと比べてみ、見られると良いかなと思います。いやー、いかがでしょう。まあ、国内30本なので、もう即売り切れかなと思いますね。えー、なるべく早めにサクッとしますので、編集、ご容赦ください。スピード重視でいきます。それでは皆さん、ぜひゲットしてくださいね。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。